今回紹介するのは「ランニングリーン実践リーンスタートアップ」という本ですリーンスタートアップを実践した成功者の具体的な手法が書かれているリーンスタートアップのエリック・リースがキュレーターを務める「ザ・リーン」シリーズ第1弾通常のバカ売れした本の後には同じ著者が第2弾を書くのが普通だが新しいスタイルに注目したい。 このあとも第2弾、第3弾の準備が始まっているらしい筆者はクラウドファイアというファイル共有システムの立ち上げを行っているその過程を通じて学習した内容が本になっている題名通り非常に実践的な内容満載の一冊である全体の内容はインターネットベンチャー向きになっているが実践的な知識が多いので 全てのの新製品開発の役に立ちそうだスタートアップの2月3日は最初のプランを変更している顧客は自分が欲しいものを知らない本書の冒頭にも出てくるよく見る言葉だそれに対する解決策に当然正解はないのだが最も近い道しるべを示した一冊ではないだろうかビジネスモデルキャンバスを改変したビーンキャンバスに始まり イノベーーシショョンン、のソリューションデザイン思考フリーミアムブートストラピング看板アジャイルソフトウェア開発など多くの最先端の既存の知識を前提に応用しているこの分野をもっと知りたい人にとっては良いリファレンスになりそうだ実際自分も読んでみて自分が知っていることアジャイルソフト開発などについては よくわかるが経験が少ない部分に関してはさらに参照文献などにあたる必要性を感じた多くの参考書籍やウェブサイトが紹介されているので本書の後にそれらにあたるのもいいだろうこの手の本でインタビューの方法が具体的に示されているのは珍しいのでは他に勉強したことがなかったので良い参考にはなりそうだ心に響いた言葉としては 課題チームと解決チームはそれぞれに3名が最適です絶対に委託してはいけないのは顧客ついて学習することです大企業になるとこのあたりで間違えやすいのではないでしょうか資金調達に始まり最小限の製品をアーリーアダプターでテストするところからビジネスの拡大に向けては ベンチャー以外で実施する場合はそれぞれの状況に応じたアレンジが必要になるだろうしかし本書には背景の知識やそれらへのポインターが示されており一貫した考えに基づいて書かれているためそういった変更も可能だろう近年日本でも遅ればせながらアジャイルソフト開発が注目を集めているが開発がアジャイルになっただけで 新製品は開発できない。この分野にももっと光を当てていくことが必要だろう。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。